メルテンスオトカゲは、爬虫高有林目オトカゲかオトカゲ属に分類されるトカゲ。別名メルテンスモニター。オーストラリア固有種全長100センチメートル。目部から頸部にかけて黒い筋模様が入る。尾光は、粉炭近くに上向きに開き、水面に粉炭だけ出して呼吸することができる。尾は縦に扁平で、またヒレ状の皮膚があり、オールのように水を捉えることが、できる。 河川や湖、地上等の水辺に生息する。気水域に侵入することはなく、淡水域のみに生息する。オートカゲ科の構成種では最も水性傾向が強いとされ、英明の由来になっていると思われる。また、摂取20度前後の低水温でも活動することができる。日光浴を好み、樹上に登ることもある。植生は動物食で昆虫類、 節足動物、甲殻類、魚類、カエル、爬虫類やその卵、鳥類やその卵、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は卵生。種小名はロバートメルテンスへの懸命。本種はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。本種の生息地であるオーストラリアは国内に生息する野生動物の輸出を禁止しているため、過去に研究用や、 動物園での展示用に輸出された個体からの繁殖個体のみが流通する。飼育下での繁殖例は少なくないが流通量が多いとは言えない。動物愛護法が改正されたため2007年現在本種の飼育に対して特に放棄性はない。水性傾向は強いがケージ全部に水を張ったり通気の悪いケージだと皮膚病を起こすことがある。そのため水容器は 大きめのものを用意し、床材は破砕した木くず等を用いてある程度は乾燥させる。ありがとうございます。